はい、今回はラオスルアンパバーンのクアンシーの滝へバイクで一人旅に行ってきました。ルアンパバーンの町からひたすらこのような道を、まあ、約1時間ですね、南へ向かいます。はい、バイクの運転で気をつけないといけないこと、それは砂と陥没です。道路の両端に、見えているこの砂、この上でブレーキをかけたらスリップします。それからもう一つは陥没している穴、この穴にはまってしまうと間違いなく転倒します。気をつけてください。バイバイ。はい、そうこうしているうちにようやくクワンシーの滝に到着です。駐車場にバイクを止めて、まあ約5分ぐらいですかね、歩きましたら滝が見えてきますので、まあ気軽に行けるスポットではないでしょうか。結構欧米人の方は泳いでる人が多かったので、皆さんも水着を持って行かれるようであればぜひチャレンジしてみてくださいね。はい、そしてこれがメインの滝です。日本ではあまり見ることのできないような、いかにも東南アジアらしいといったような滝ですね。結構スケールがあって、水量それから水質ともに抜群です。こんな素晴らしい滝に約1時間ほどですね滞在しまして、元来た道を変えることにします。途中で、まあ、小学校の校庭に大きな木があったんですけれども、その木の下で子どもたちが楽しそうに遊んでたのでちょっとお邪魔してみました。無邪気に遊んでる子どもがいたんですけれども、こういうところで見るとより一層元気で明るいなっていうふうに思います。突然現れた日本人の僕を温かく迎え入れてくれたようで、旅のいい思い出になりました。